ニューヨーク、マンハッタンのフィフスアベニュー204番地にある旧ペンタグラムのオフィスは CBH ギルバートによる設計。この画像の撮影時建物の上部にはマディソンスクエア周辺の建物にインストールされたイベントホライズンの一部であるアントニー・ホームリーの像がある。ペンタグラムは1972年ロンドンのノッティングヒルのニーダムロードにてアラン・フレッチャー、テオ・クロスビー、B コリン・ホーブス、ケネス・グランジ、メルヴィン・クランス・キーによって設立された独立系デザイン会社。ロンドン、ニューヨーク、ベルリン、テキサス州オースティンにオフィスを持つ。ペンタグラムはあらゆる分野のデザイナーが共同で活動可能な独立系の組織として設立された。そのコンセプトの発端となったのは設立者の一人であるセオ・クロスビーが携わった1950年代後半の 大規模な展覧会 This is Tomorrow であった。それは僕にとって初めての対等な関係からなる緩やかでフラットな組織でした。ペンタグラムではそれを現実的、そして効率的なものとして形にすることができたと言えるでしょう。同社には現在4つの都市に25人のパートナーデザイナーがおり、それぞれがデザイナーのチームを率いてスタッフや 会社の運営に必要なオフィススペースなどのリソースを共有している。つまり法律事務所や会計事務所でよく採用されるパートナーシップの形態をとっており、各オフィスのパートナーは収入を均等に分け合い、また同じ割合の株を所有している。この平等なシステムを通じて定期的に新しいメンバーを招待するという伝統と、 共に新しいメンバーにも長年のパートナーと同等の立場を与えながら会社を更新していく形が取られている。このフラットな組織そして自己資本化された財務は各メンバーによるグループの運営の平等な参加とコントロールを可能としている。1978年にコリン・フォーブスはニューヨークオフィスを設立、グラフィックデザイナーのピーター・ハリソンとウッディパートルが パートナーして加入した。1990年から1991年には、マイケル・ビエルとポーラ・シェアといったグラフィックデザイナー、そして建築家、ジェームス・ビーバーがニューヨークオフィスに加わり、一つのフロアから始まったオフィスは、最終的に長年204フィーフス・アベニューを拠点としていた。2017年にパーク・アベニューの新オフィスに移転。 現在ニューヨークオフィスには8人のパートナーが在籍している。ロンドンでは創設パートナー全員に続き、デビット・ヒルマンとジョン・マッコネルもペンタグラムを離れ、現在ニーダム・ロードオフィスは第2世代と第3世代のパートナーによって運営されている。現在のパートナーは、ジョン・ラッシュ・ワース、ダニエル・ウェール、アンガス・ハイランド、ジャストゥス・オーラー、ハリー・ピアス、ドメニック・リッパー、 ナレシュラムチャンダニ、マリーナ・ウィラー、ジョディ・ハドソン・パウェル、ルーク・パウェル、サシャ・ローブ、アストリッド・スタブロ、鈴木優里、インダストリアルデザイナーのジョン・マーシャルによって構成されている。他に、過去には、ピーター・サビル、キット・ヒンディヒスも在籍。ペンタグラムの手掛けるプロジェクトのジャンルは、グラフィックデザイン、アイデンティティ、建築、インテリアデザイン、プロダクトデザインと多岐にわたる。 手がけたロゴ、パッケージや商品のデザインの認知度は非常に高い。グラフィックデザインの他に、ハーレー・ダビッドソン博物館、アレクサンダー・マック・イーンの店舗、シティバンクのインテリア、ファイド・ナトラスの個人邸宅などの建築プロジェクトに取り組んでいるパートナーもいる。ペンタグラムは営利目的以外に非営利団体のための無料の仕事も行っている。2008年2月12日、 ホワイトハウスの部局である社会市民参加室は、プロボのサービスをビジネス文化に取り入れているペンタグラムに DNA 賞を授与している。ありがとうございます。